シュ金番所長屋門、ショ金番所は、香川県丸亀市本島にある、シュ諸島の旧成長。現在では、シュ水軍の歴史を展示した資料館になっている。クラ・シュ諸島は、江戸時代に人名と呼ばれる幕府の御用船方の集まりによって自治が許されており、その中から選ばれた年寄りが、この金番所において、政務を行った。始末とむは、 はじめ頃年寄りの自宅で行われたが、完成9年に宮の浜に設置された金板所で行うようになった。建物は完成10年に建築された歴史あるもので、万、ま、円元年に改築された後、旧本島村役場等に利用された。跡地は、市枠金板所跡として昭和45年に国の史跡として指定された。建物は史跡指定の後に、 全面改修を行い改築前の姿に復元され、現在は資料館として公開されている。敷地は約42メートル四方で、周りは土塀で囲まれている。南面する長屋門には万人部屋が付設し、母屋は入り母屋造りで、詰書所は裏にあり、北西部の中庭には主因庫が建てられている。展示物としては、織田信長や徳川家康等の主因状。 また、管理丸の乗組員には多く、諸悪諸島出身者がおり、その乗組員の遺品や管理丸の模型なども展示されている。丸亀市史跡等管理条例。ありがとうございます。